T シャツの。じゃんくん。じゃんくん。はい、おはようございます。じゃんくん、おはよう。おはよう、じゃんくん。もう28度になってます。暑いよ、エアコン入れました。はい、ポンちゃん、おはよう。飛んできたね。ポンちゃん。ポンちゃん。ポンちゃん、おはようございます。ポンちゃん。ポンちゃん。やりましょうか。はい。いかがで、ポンちゃんの毛がついてるから気をつけて。あ、よいしょ。立っちゃった。ポンちゃんやってきます。ポンちゃんやってもらっていい？はい。ポンちゃん。ポンちゃん。はいはい。あ、ジャクネコ。ジャクネコ来た。すごい毛が。ジャクの毛がすごい。あ、毛が待ってしまう。はい、ジャン君、ポンちゃん並んでます。いかないね、ジャン君。ポンちゃん、いいね。毛がすごいね、ジャン君。ポンちゃんのえらいことになって、こっちにくっついちゃったよ。どうなのよ、ポンちゃん結構抜けるのよね。ジャンクの毛が待っちゃう、待っちゃう。はい。ちょっとこれ取らないと大変だった。瓶に入れてからもう一回やるね、ジャンク。ジャンク、自分の毛。ちょっと待って。ちょっと大変なことになっています。あ、ちょっと待ってください。あ、なんかもういいの？もうちょっとやろうよ。毛がいっぱい取れるね。お、どうしたどうした？ポンちゃん。うん。ポンちゃん、ポンちゃん、いいね。お、ポンちゃんも？なんで二人とも急に？よいしょ。日当たりに来たわけね。暑いよ、ポンちゃん。ポンちゃんすぐ熱々になるよね。うん、はい。ポンちゃん、ポンちゃん、さあ、捕まえた。あ、捕まらない。ポンちゃん、はい、
はい。ジェンくん。ジェンくんは寝てんだね。はい、わかりましたよ。はい。はい。ポンちゃん、ポンちゃん、なんでそう移動する？はい、いい、抱っこしようよ、抱っこ、うん、あらポンちゃん、あ、ポンちゃん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 、はい、やめて、ポンちゃん、ポンちゃん、よいしょ、今ですね、T シャツの、プリントというかね、T シャツ販売みたいなのも、視野に入れているという話を、今日メンバーのみんなと話したんですが、このキャラクターちょっといいんじゃないかな。あんまりいろんなところに使ってないんですよね。あのジャン君がもともとシャー猫だったっていうやつね。それとこれなんかはまあ定番というかですね、ジャンポンの、一番象徴的な絵ですよね。それからそれとこの、これはマオイママが描いた旅猫という猫でですね、猫がいろんなところの背景の前にポツンと立っているという、テーマでちょっとシリーズ化しようと思ってたんですが、こうだいぶ昔のやつですね。この旅猫さん、これ T シャツにいけんじゃないかな。この猫の部分だけをポンって結構大きめに扱うと可愛いかもしれないなと思ったりしています。皆さんはどう思いますでしょうか。ポンポンちゃん、おやすみなさいの時間です。今起きてきたのにって。ジャン君、ポンちゃん、ポンちゃんさっきからちょっと甘えモードなんだけど、そう、なんかでも向こうの部屋に行って走って行って、にゃーにゃー泣いて帰ってきて甘えて、実はね動画には撮ってないんだけど、一回俺ね抱っこした、結構長い時間抱っこして、うんうん、本当に嫌なんですけどって言われちゃったずっとあーあーって言ってるんだけど、ずっと抱っこしてたらね、本当に嫌なんですって言って降りられちゃったそうなるよね、ぽんちゃんね。だいたい最初のうちはさ、なんか、うん、なんか嫌なんだけどぐらいな感じなんだけどね、うん、だんだんね。でもその後すぐにまた甘えるんだよ、うん、抱っこは嫌なんだね。抱っこさせるよジャン君もね。ジャン君も今日はちょっと抱っこしたんだけど、なんか抱き上げて上に上がっちゃうと、なんかこう、なんか変なんだけどみたいになるんだよね。でもやっぱりちょっと鳴らした方がいいね、うん、ね、うん、それでつまといてくれて嬉しいよ。みんなそれさ、ペットだと思ってるのかと思ってた、うん、よし、根負けするまで抱っこするぞ、するぞ、するぞ